はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めます。今日もね、ウイスキーです。今日もっていうかもうね、最近分かったんですが、ちょっと、酒を買いすぎでですね、マジで追っつかないので、一日一動画でやっていくと多分追っつかないので、このパターンでいくと確実にね、溢れるんで、現在でももう溢れきって、もう大変なんですけど、マジで、消費が追いつかないので、一日二動画上げることに、多分、できることならね、二動画ずつ上げていきたい。今回は、初号のブラック日課、初号ブラック日課復刻版です。ブラック日課は1956年に特急として発売されました。初号ブラック日課復刻版は現存する中身を日課ウイスキーのブレンダーがテイスティングし当時の香味を再現しました。余市モルトの甘く香ばしい麦の香り、滑らかな口当たりとチョコレートを思わせるスイートさ、ほのかなビターさの中に穏やかなピートが感じられるコクのある味わいが特徴です。アルコール度数が 43%。となっており、ブラックニッカクリアが今ありますけど、ブラックニッカクリアはですね、あれ37度ですから、全然違いますね。6度も違う。で、容量が 720ml。値段が確か1500円ぐらいしたっけな。ハイニッカの、このハイハイニッカより高かった気がするんで。ね。ってことは、やっぱり、ブラック日課の後にハイハイ日課が発売されたってことですね。こっちがやっぱ先なんだね。ってことは、こっちがやっぱり一番古いウイスキーなんですかね。マッサン、竹鶴のね。竹鶴の、初のウイスキーがこれだということになるんでしょうか。ブラック日課の生い立ち。ブラック日課は日本の、洋酒界を代表するブランドにしたい。という竹鶴正隆の強い信念のもと、1956年に特級ウイスキー過去当時として誕生しました。初号ブラック日課のラベルには、キングオブブレンダーズ、過去ヒゲのおじさんのイラストはなく、初号日課ウイスキーに入っていた日課エンブレムをメインデザインとしていました。初号日課ウイスキー過去1940年発売。あ、じゃあこれをか前にブラック日課ではなく初号日課ウイスキーというのが1940年に発売しているわけです。ね、なるほど。はあ。で、日課エンブレムっていうのが、このね、なんかライオンみたいなのが、両側にあって、なんか、スコッチウイスキーのなんかパクリみたいなデザイン。日課エンブレムは、スコッチウイスキーを参考に、竹鶴正隆が考案した、そうです。初号日課ウイスキーが、日課ウイスキーの、初のウイスキーだということですね。1956年当時はまだ宮城郷蒸留所は設立されておらず、余市蒸留所のみが存在してました。そのため余市らしいしっかりとしたモルトの味わいが感じられる商品でした。その後、1965年発売の新ブラック日課では、現在のブラック日課スペシャルのような形で、キングオブブレンダーズが登場し、現在に至っています。なるほどね。ヒゲのおっさんがね。1997年には、ノンピートモルトが登場。違う。ノンピートモルトを使用したブラックニッカークリアブレンドが発売され、2013年には、シェリーダルモルトをキーモルトにしたブラックニッカーリッチブレンドが発売されました。竹鶴正隆の情熱は、今でもブラックニッカーにしっかりと受け継がれています。ということでございます。確かにこれブラックニッカスペシャルのもう瓶丸々流用してるんですよね。この黒いやつね。
完璧にもうブラックニッカースペシャル。これスペシャルよくあの8年の方が好きなんですけど。うん。それではですね、飲んでいきたいと。思います。こっちは多分美味しいだろ。ハイハイニッカよか。多分ね。多分ね。多分ね。わかんない。わかんないけどね。そう思いたい。ハイハイニッカちょっと美味しくなかった。じゃあ乾杯。ん？おお！あ、これはうまいわ。これはうまい。もう一口目でもこれは。これは余市です。これ余市のね、あれにすごい似てるわ。うん。あ、これだわ。これ。余市。すげえ余市に似てる。あ、これは全然買いですね。うん。これはあの、ハイハイニッカなんてのは、もう、なかったことになるぐらいの美味しさです、これは。このブラックニッカの、あの、初号ブラックニッカ、これはうまい。余市蒸留所のみ存在していたから、余市らしいしっかりとしたモルトの味わいが、あ、生きてるって書いてあるわ、ここにも。しっかり。うん。うん。もう口に含んで、もういきなりこの、ブワーっとこの、なんだこの、余市らしいこの、あの、香りと、スモーキーな、ちょっと、ほのかなスモーキーフレーバーが、調和する。あ、これは普通にうめえわ。これ多分、あの、ノンエイジ余市よか下手したら、美味しいかもしんない。ノンエイジもあるんだよね。ノンエイジ、余市ね。多分これちょっと、ただこれちょっと、結構減って、結構経つんで、ここの空間のところに多分香りがぶっ飛んで、何が何じゃらわけわからんかなって、多分あんまり美味しくない状態になってると思いますけど。でも度数これも43度だし、こっちも43度だから、すごい、余市とほとんど丸かぶりだね。多分、余市と本当に、無印余市との味ほとんど変わんねえんじゃないか。うん。あ、これは美味しいわ。これはあの、うまい。どう見てもうまい。どう転んでもうまい、これは。これは1500円だったら買いです。間違いない。買いですってか、1500円だったらもう妥当の美味しさ。どころか、これで、余市のノンエイジ 500ml だからね。そう考えるとこっちの方が買いかもしんないわ。普通にうまい。うん。これは美味しいです。今、ニッカウイスキーのサイトに来てますけど、初号ブラックニッカ復刻版が1月の27日に発売して、そんで、初号ハイニッカ復刻版が2月24日に発売して、初号復刻版第3弾が出るらしいです。カミングスーンって書いてあるから。今度出るっぽいね。これは期待。うん。ああ、でもこの初号ブラックニカ復刻版うめえな。普通にうめえわ、これ。
発売当時の香りと味わいをブレンダーが再現。未開封で現存していた初号ブラック日課の中身をブレンダーが実際にテイスティング。ああ、未開封で。はあ。現存してたんだ。1956年当時の香味を再現するためにモルト原酒はよいちモルトのみを使用し、さらにカフェグレーンをブレンドしています。また当時と同様に香味成分が多く残り、より豊かな香りと複雑な味わいとなる常温ろ過を採用しました。日課ウイスキーブレンダーの味わいコメント。よいちモルトの甘く香ばしい麦の香り、滑らかな口当たりとチョコレートを思わせるスイートさ。ほのかなビターさの中に穏やかなピートが感じられる、コクのある味わいが特徴です。あ、これうまいわ。うん。あ、これは、もう、この麦の香りっていうのかな。ちょっとわかんないんだけど、すごい。ビヤーっとくるね。かぁ。ブラック日課の歴史が、あれ？この初号ブラック日課っていうのが一番最初に出たの。違う。初号日課ウイスキーっていうのが1940年に発売されて、で、初号ブラック日課ってこれが1956年に発売されて、で1965年に新ブラック日課（1級）が発売されて、その後、1985年にブラック日課スペシャルが発売されて、今も発売している。となると現存する中で一番古いのはやっぱハイ日課になるのか、いわゆるね。現存する中ハイ日課が多分一番古くて今でも残ってる。でその次に古いのはブラック日課スペシャルということになるみたいですね、うんうん、なるほど。あー、これうめえ、これはうめえぞ。これはうまいわ。そうはハイ日課なんていうのはなかったっていうレベル。もはや。もうこっちがもう霞むわ。あんまりにも。あ、美味しくないから。あんまりにもこっちがうますぎて、こっちがまずすぎて、ちょっと。あれだわ。だってお前、ハイ日課900円で買えるんだよ。それなのにこれ1300円して、しかもまずいってお前どういうことやねん。そういうことです。ふんどするわ、俺は。あれみたいな商法だな。あれみたいっていうか。サントリーのなんだっけ、白札っていうなんか、あれあるじゃないですか。それの復刻版っていうのが出てるんですけど、あれ、復刻版っていうのは何が復刻してるかっていうと、ただ単にラベルデザインが復刻されてるだけなんですよ。それなのに値段が高い上に容量が少なくて味は何にも変わんない。サントリーのホワイトってやつ。俺確かそこら辺にあったけど。あ、これね。このサントリーのホワイト、これあるじゃないですか。これの、なんか、ラベルデザインだけが変わってるやつで、確か容量も少なかったんですよ。意味がわからんでしょ。ラベルデザインだけ、初号の発売当時に戻しただけで、容量が少なくなって、値段がしかも高くなってて、意味がわからん。味何にも変わんないのに、お前どんだけのクソなんだよって。言いたいですよ。あれはまさにもう下道の極みですね。さすがに。これはまだ値段が高いけど、ラベルも違うし味も違うんだから、まあ、
許すけど、さすがにお前、値段高くなって、ラベルは違うけど値段が高くなって、容量も少なくなって味同じってお前どんだけなんだよって。マジであのサントリーはマジクズすぎるわ。よくあの会社本当に生きてられるわ。あれ俺だったらもうあれクレームつけるわ。おい、ちょっとこれ、サントリーのこの サントリーのホワイトこれ、何も味変わってねえじゃねえかよ。おい、どうなってんだよ。それなのに、なんで値段高くなって、しかも容量少なくなってすんだよ、って。ボケかよ、って。マジでやな。言うわ、俺。まあ、買ってねえか言わねえけど。これうまい。これおすすめ。夜市好きな人おすすめ。まあ基本的にあの、日課って夜市が美味しいですからね。あの、あれはあんまり美味しくない。俺が好きなのは夜市なんですけど。やっぱね、あの、宮城郷はあんまりよろしくないんだけど、夜市がうまい。夜市がね、夜市10年とか飲んだことあります？あれめちゃうまいんですよ。まあ俺は、あの、ミニチュアボトルで飲みましたけど、あれうまいな。もう断然うまい。もう半端なくうまい。ただ、ノンエイジの夜市はあんまり美味しいとは思わなかったね。まあ、やっぱり、日課で俺が好きなのは、夜市10年と、まあ、夜市のノンエイジも含めて、あとは、ピュアモルトホワイトとブラックですかね。あと、ブラックニッカ8年とハイニッカ。そんなとこだかな。うん。かぁ。これはね、結構パンチがあるんですよ。味に。アルコールのパンチじゃなくって、アルコールのピリッとした感じっていうか、そのパンチなんじゃなくって、なんていうかね、香りのパンチみたいなのがあって、で、さらに、まあ、アルコール、まあ、度数が高いからね。度数が43度だから、またそこもピリッとくるんだけど、やっぱそれ以上に香りのパンチが強い。うん。どう見ても香りのパンチが強いんですよ。ああ、これだよ。これですよ。この、うん。日課ウイスキー公式ツイッターアカウントをフォローしてブラック日課クリアを当てようって、いらねえ。いらねえよ。商品ブラック日課クリアっていらんわ。しかも抽選で50名様は？ああ。合計100名様だって。いらんわ。700ml でブラックニッカクリア当たってもお前、それ、値段500円か600円ぐらいだぞ。普通にいらんのだけど。まあもうすでに俺ツイッターフォローしてるんですけど。ニッカウイスキー。まあでも、ブラックニッカクリアはね、うん。あれですよ。うまいですよ。うまいっていうか。俺はあの、これが一番あの、日課ウイスキーが好きになったきっかけですからね。ウイスキーを。ウイスキー自体を好きになったきっかけだからね。
これはね、美味しいです。ブラックニッカクリアが。ロックでね、飲むと、美味しい。ブラックニッカクリアのね、あれ、冷凍庫に入れて、ロックにすると、甘さが出てね、初心者向けです。ぜひ飲んでみてください。うん。ニッカウイスキー公式のアカウントが、なんか、問題をやってます。まあ、俺になったら常識なんですけど、俺ぐらいのレベルになると常識なんですが、ですね、では皆さんに、問題です。ででん。ちょっと待った。熟成された原酒を、20年と熟成させたやつ、18年熟成させたやつ、12年熟成させたやつ、10年熟成させたやつ。この4種類をブレンドしたウイスキーのラベルに書かれる熟成年数ですね。熟成年数。つまり10年、12年、18年、20年。この4つを混ぜたのに、じゃあ、ブラックニッカ何年ってこう発売するのに、何年って書くでしょうか？書かないといけないでしょうか？法律的に。A が最も熟成の長い原酒を合わせて、違う、原酒に合わせて20年。B、最も熟成の短い原酒に合わせて10年。C、4つの平均の15年。じゃか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 。まあ、これ簡単ですね。うん。これは簡単です。もう常識レベルですね。ほとんど。まあ、つまり、20年と18年と12年と10年。これを全部バラバラに合体させたウイスキー。さて、何年熟成だって呼べるでしょうか？っていうことですよね。まあ、これね、A だったらね、大変なことになるんですよね。A が最も熟成の長い原酒に合わせてしまったら、お前、原酒の20年ものだけ 0.1 ミリぐらい入れて、あと10年を 99% ぐらい入れても、はい、これ20年でーすって。名乗れたらもう最強じゃないか。それ消費者冒涜するぞ、多分。消費者のブチ切れると思う。これはブブー。20年ではない。そして C が4つの平均の15年。あ、これもほとんど同じですね。もう4つの平均が15年だとしても、どちらにしろ20年と18年と12年を0.1 ミリぐらいずつ、こう、ピュピュピュって入れて、あと 99.7% ぐらいをね、全部10年にして、はい、これ15年でーすって言ったら、はぁってなるでしょ。これもブブー。ということで、正解は B の、最も熟成の低い、短い原酒に合わせて10年。つまりですね、ブラックニッカ8年というのは、8年もブレンドしてるけども、他の、一応最低でも8年、熟成してるやつ。と、10年とか12年とかをブレンドしてるやつを、出してるのが、ブラックニッカ8年なんです。これ常識ですね。こんなね、問題もね、なんか、ニッカウイスキーの、ね、公式のアカウントでやってますけど、ヒゲのおっちゃんがね、
これはほとんど当然っちゃ当然ですよね。本当に。これがね、ひっくり返ったらもうどんなに悪どい、ね、サントリーみたいなやつがね、増えるか分かったもんじゃない。はい、ということでございますが、ね、ブラックニッカー、初号ブラックニッカー。これはコクが強く、甘みも強く、香りも、特に強い。まあ強いな。これは俺はおすすめするね。まあ値段が1500円っていうことを考えると、まあ、まあ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 。まあ全然美味しい。買って損はないかなっていう部類です。4444ということで、ご視聴ありがとうございました。